にちは、生田智子です。この度は私の初めてのオンラインコンサートをご覧いただきましてありがとうございます。コロナで大変な状況の中、不安な思いや辛い思いをされている方にも音楽を通して少しでも安らぎや楽しみをお届けできたらなと思い企画いたしました。そして琵琶湖芸術文化財団様の応援事業に採択いただきまして実現することができました。ありがとうございます。短い時間ではありますが、最後までどうぞお楽しみください。最初に演奏いたしましたのは大人気の鬼滅の刃からリサさんの歌うグレンゲです。次も鬼滅の刃からホムラを演奏いたします。また私なりのアレンジで演奏させていただきます。そしてその次にショパン作曲のノクターン作品 9-2 を演奏いたします。私がこれまで勉強してきたクラシックのジャンルの中から皆様に安らぎや癒しをお届けできるような曲を選曲いたしました。それでは2曲続けてお楽しみください。Thank you.
最後に滋賀県民の歌を演奏いたします。滋賀県の歌といえば琵琶湖就航の歌などもございますが、滋賀県民の歌は昨年の NHK 朝の連続テレビ小説のエールの主人公のモデルとなった古関裕而さんが作曲されたこともあり、またその自筆譜が最近見つかったということもあって選曲させていただきました。1回目はできるだけオリジナルに寄せて演奏しまして、2回目に滋賀県の琵琶湖や山々などの大自然をイメージして私なりにアレンジして演奏させていただきます。芸術文化の分野に支援をしてくださっている滋賀県に感謝を込めて最後に演奏させていただきます。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。